りました。ほら、窓際の彼女、あの髪の短い方ですの？じゃなくて、隣のロングで態度もストロングな方。あ、いやいやいや、つまりしっかり者って意味の、うん、まあ残虐姫も見てくれだけなら最強レベルの女子だ。富士宮さんも諦めてくれるだろう。ああ、あれなら楽勝どす。え、あら、それじゃあいただきます。この衣がだいたい油なんだよな。お、もうマー君に猫ちゃんダメよ。ご飯は美味しく食べるものなんだから。美味しく？カロリーが問題だろ。栄養が肝心ですわ。なんかそっくりだね、二人とも。おい待て、聞き捨てならないと。なんでよ。なんでよって。ヤシナちゃん、あら、俺が可愛い。本当に可愛い、金太郎さんみたい。デブじゃないか。それの何がいけませんの？君はそう思うんだね。ちょっとやばい、グッとくるというか、泣きそうだ。ええ、アキ様が羨ましいですわ。政宗様にここまで思われて。